セントラルスクーウェアは、長野県長野市といご所町にある公園。同市中心市街地の中央通り沿いに立地し、長野オリンピックの表彰式会場として使用された。1998年長野オリンピックの際に、屋外競技、大会後半に、日本人選手がメダルを獲得した、屋内競技の表彰式会場として使われた施設で、 大会後は長らく駐車場として活用されてきたが、五輪の記憶を引き継ぎながら、街歩きの拠点として活かすため、2012年には一部が、表参道長のオリンピックメモリアルパークとして再整備され、2020年には、残りの部分も、都市公園、セントラルスクエアとして再整備された。公園部分には噴水、大型遊具、屋外ステージ等のほか、公衆便所、 多目的スペースを備え、中心市街地の良好な都市景観や市民活動、観光の拠点を提供する。表参道長野オリンピックメモリアルパークには、ミニ聖火台や、表彰台があり、長野オリンピック記念施設としての性格も持つ。セントラルスクーエアの所在地には、かつて大型店、ビナス長野店が存在したが、 同店が1980年に撤退した後は、遊休地となっていた。1991年には、ホテルの建設が計画されたが、実現には至らなかった。1995年、長野市周辺の企業などで構成されるグループ、長野都市経営研究所が、母体となって、株式会社長野セントラルスクエアが設立された。1996年、 同社は82銀行、長野信用金庫など地元の金融機関から合わせて約9億円を借り入れ、ビナス跡地の一部を購入。隣接する借地と共に整備し、セントラルスクエアとした。当初この施設はという構成であり、1997年には広場に輸入雑貨店、アイスクリーム店などの店舗も期間限定で設けられた。 1998年1月5日から2月28日の相場同施設は長野オリンピック組織委員会へ無償で対応され表彰式会場として使われた大会終了後広場部分は有料駐車場となりステージ部分は長野市に寄付されることとなった1999年長野セントラルスクエアが限定生産のピンバッジを販売し その売上金約500万円によって壁面に写真パネルが設置された。その後飲酒運転の罰則強化が一因となって駐車場利用者が減少し同社は借入金の元金返済が進まなくなった。2004年になっても同社は76900万円の借入金を抱えていたが存続することとなった。駐車場を囲んでいた表彰式ステージが 老朽化により撤去されることとなり、五輪の記憶を残すべく、2012年に中央通りに、面下230平方メートルが、表参道長のオリンピックメモリアルパークとして、再整備され、4月11日に竣工セレモニーが、挙行された。その後、残る駐車場部分についても、公園として整備する機運が高まり、2017年度より、 町中広場として再整備事業が始まった。この再整備にあたっては、株式会社長野セントラルスクーウェアと長野市との間で土地使用権の交換が行われ、長野セントラルスクーウェア側は、投資施設の用地4800平方メートルを公園用地として長野市に対職し、長野市側は固定資産評価額及び、 売上額がほぼ同一の長野駅、周辺市営駐車場3カ所を長野セントラルスクーエアに退職した。2020年4月29日に開園予定であったが、新型コロナウイルス感染症の流行の影響で5月7日に延期となり、開園に際したイベント等は開催されなかった。なお、整備事業名は街中広場であったが、開園にあたり従前通り、 セントラルスクエアと名付けられた。同時に公園の施設管理業務を長野市が一般社団法人長野表参道セントラルシティに委託した。子供連れで賑わうステージ、噴水、休憩デッキ、大型遊具、中沢川に降りられる水場表参道長野オリンピックメモリアルパーク。ありがとうございます。